ライブ配信だぴょーっていうことで、こんな感じでたまにゲリラでライブ配信してるんで、アーカイブで見ている方、ぜひチャンネル登録、そして通知をオンにしておくと、こういうゲリラの配信も遊びに来れるようになると思います。だけどね、アーカイブでわざわざ見てくれて本当にありがとうございます。そしてライブ配信来てくださった皆さんも本当にありがとうございます。ということで、コーナーからいきます。ハッシュタグ夕霧散歩部、イエーイ。このコーナーはですね、やっぱりね、ライブ配信だけじゃなく、アーカイブで見てくださってる方もいらっしゃいます。そんな皆さんもね、参加できる企画なんか欲しいなってことで始めたのが、このハッシュタグ夕霧散歩部でございます。このハッシュタグつけて、なんか散歩した時に見たものとかね、写真撮っていただければ、わっちが見るよっていう、そういうやつです。とにかくもう理由は何でもいいから、とにかく外に出ろ、そして何か撮ってこいっていうね、それだけのシンプルな、その写真の芸術性とかいりません。とにかくちゃんと外に出ね、こういうご時世ですけど、ちゃんと散歩するのは認められてますし、すごい心の健康に大事なことですから、やっていきましょうという企画でございます。早速いただきました。伊勢ゆうさんからですね。夕霧散歩部いいよ、こういうこと、いいの、なんでもいいの、文字もいらない。紫陽花の匂いってめちゃめちゃ好きなんですよね。なんかこう茎臭くないですか好きなのかっていうね。いや好きなのよ。なんか茎茎しくて、なんか元気な匂いがするなと思って、こっちは紫陽花すごい大丈夫すごい大好きです。投稿ありがとうございます。そしてソラテンさんからもいただきました。ちょっと昔のだけど、とある聖地に行ってきました。わかる人は仲間ですといただきました。ほう、これどう、何の聖地なんでしょうか。こうバッチから見ると、あれです、名古屋の遊郭跡地とかこういう雰囲気だったんですけど、その普通の街の中にこういう趣深い建物がある。何の聖地なんでしょうか。仲間の方はぜひね、あ仲間だよって言ってあげてください。そしてアートヤさんからも投稿いただきました。会社の帰りに少し足を伸ばして、池ですね。池、これ川、何これ、水ビューです。水はいいよね。水のものいいよ。田んぼかな、これ田植えなのかな。水のものね、すごい癒されますね。とりあえずしんどいなって思ったら、せせらぎ聞いたりとか、水見に行ったりとか、わっちもしますね。はい、ありがとうございます。投稿ユーシガーさんから立ち青い送っていただきました。いいですね。立ち青いってあれですよね、今これこっち向いてくれて、花がこっち向いてくれてるけど、ズバボーンってめっちゃまっすぐ上に立つお花、立つの字、わっちが言うとちょっと違う感じに聞こえるかもしれないですけど、立つお花ですよね。素敵で、こういう風にね、わっちの運営からもこういう風に公式でツイート出てますんで、ぜひこのハッシュタグ夕霧散歩部ご参加ください。そしてプクチーさんからもいただきました。あ、ガクアジサイ、幸せの黄色いテルボー、うん、いいです。アジサイの葉っぱってなんか強そうでいいよね。テルボー、晴れの日が続くと気分がいいですよね。そしてマギオンさんからもいただきました。ようやく家路に着きます。何時なんだろう。意外と職場からの家路も楽しく撮れたりします。あ、遅い、すごい、もう12時、夜の12時ですよ、これはもうほぼ夕霧の散歩部。ちょっと端が切れちゃいますね、これね、掃除の画面のところに。これ今度調整しておきます。いいね。このちょっと涼しかったり暑かったりの時期の夜ってたまんないよね。夜も朝もね、なんかそのピーク以外好きですね、非常に。あ、元はこんな感じです。電車が気に入ってたりします。おー、ほんとだ。あ、ほんとだ、こういう感じでやってくれてるので、これをこうしてくれたのですね。ありがとうございます。もうこんな感じで、ライブ配信来れない人も参加できるコーナーあるんで、ぜひご参加ください。